畠山吉成から1876年10月20日は、明治時代初期の日本の文部官僚、教育者。旧薩摩藩士。通称、城之助、号は、順常。留学中の編名は、杉浦幸造。薩摩藩第一次英国留学生として、英米留学を経験した後、中央教育要請に、深く携わり、また、東京開成学校。 東京外国語学校の校長、東京書籍館、東京博物館の館長を歴任した。薩摩藩主として、鹿児島城下平の馬場に生まれる。価格は一所自覚で、島津義弘の中心であった、畠山長寿院森津を祖にすると思われるが、殺衆部館では、父親と見られる人物が、カジキ島津家の出になっているため、畠山家血縁であるかは不明。また、 兄に二階堂しとみ、時志郎があるという。出発時の肩書きは当番党。幕末、薩摩藩が送った、密航留学生、第一次グループ選抜者から三人が辞退したため、後の過労候補としてその一員に選ばれる。当初反対したが、藩主父の島津久光に説得されて留学生に、加わったとされる。留学生は東、品海の古島取り調べとして、 八島へ移り、洋楽を学んだ後、古代、ともあ寺島宗則、堀高行らを案内、通訳として、香港、スエズ、マルセイユを経て、イギリスへ渡る。渡航時の任務は築城の学習を割り当てられている。若き薩摩の群像昭和57年、鹿児島中央、駅前東口広場に彫刻家の中村信也が、制作した薩摩藩英国留学生の像。 若き薩摩の群像の一人として銅像が建てられている。墓所は当初青山霊園1-29の手塚立造の左隣にあったが昭和13年頃改装された。現在は同霊園1路 -16 から1の兄である二階堂氏と宮の墓所に合葬されている。玉霊園の無縁墓地には改装されていない。なお、もう一人の兄、時四郎の墓も 同霊園の1位マイナス13から9にあり、近隣に葬られている。杉浦構造に関するカテゴリー。ありがとうございます。